には必ず犯罪者が来るって思いながらやってて、必ず覗きが来る、必ず盗撮が来る、必ず万引きが来る。ここは高円寺三角地帯。一日店長を募集し、日々さまざまな企画が行われている。この日はワンニバスの出演者による肉会という会が開かれていた。お肉と音楽で人をつなぐコミュニティのことです。お肉を食べてやっぱりお腹いっぱいとか食べてる時に幸せな気持ちになると思うんですよ。で、音楽もそれと同じだと思ってて、で、私は美味しい音楽ってものをやりたくて肉会をやってるし、もっと人と人がつながってほしいなと思って肉会をやってます。目標は、野外イベントをやることです。今日のメインは肉巻き肉まんです。あと焼肉もやってます。みんな来てね。お肉はすべて土地区業者から直接仕入れた新鮮なものが並ぶ。チャージが1500円プラスワンドリンクです。ドレスコードしてくれたのでツードリンクになります。はい、でフードが肉巻き肉まん1個1000円で、焼肉が2000円で、食べ放題3000円です。そしてこの日の参加者の中にもワンニバスの出演者が。これがオートカープ。オートカープでございます。この楽器実はボタン押すだけで C とか D とか出るんですよ。うーん、これは C をしてる状態で、これが D をしてる状態。うーん、いまいなじゃあ、ちょっと難しかった、ピアノちょっと難しかったよって方で、まあ、なんか楽器やってみたいって方はぜひおすすめな楽器でございます。そうですね。もう大変です。昨日ひらめいてしまったわけですよ。文化祭にした方がいいんじゃないかと。A さんっていう人がいて、 A さんが一生懸命お客さんを100人連れてきたよ。でそれで何かするよって時に、残りの1900人はお前誰やねんって思ってるわけじゃないですか。どういうコンテンツにしてもほとんどの人が暇になる。どうすればいいんだろうってずっと思ってて、そんなに興味がない時間はうろうろできたりとか、会場が許せば会場の許すさまざまな緩やかなコンテンツを用意したいなって思ってて、例えば東京ドームシティホール2400にあると600席のここの廊下だけでバカ広いんですよ。廊下だけで多分600人ぐらいあるんですよ。一応分担とかでは使ってはいけないんですね。消防法とかも絡むので、ライブハウスでドリンクコーナーがあったりしますよね。ああいうのを飲むためのコミュニケーションエリアを出演者の人たちが独自に作っているというか、その分にはもしかしたらいけるんじゃないかなって思ってて、ここに集まった人はお客さん同士で会話ができますっていう風に書いたスケッチブックを持った人がいて、スナック仲良しをやっているとか、逆にスナックお一人様とか、スナック人間嫌いとか、出演者のキャラクターに即した形でやればステージの出番以外の出番を生み出すことができるんじゃないか。言うたら無料コンテンツをつけるのではないか。もうちょっと積極的に出入り自由にしてしまった方がお客さんの座らされている負担のようなものが減るんじゃないか。もう昨日も明け方の3時4時まで話して、結局決着がつかなかったのがセキュリティなんですね。コスプレイヤーの方とかも今招致しようとしてて、それでもういろんなところ好きに歩いててくださいっていう自己表現の場として楽しくなるんじゃないかなと同時に、それってセキュリティ大丈夫なん、おそらく万全のセキュリティを持った上で何か強烈な悪意を持った人間は防げないと思うんですよ。このイベントは必ず犯罪者が来るんだよっていうつもりで想定しないといけないっていうののためのセキュリティがボランティアでいいのか、そこは屈強な柔道2段の方がいいんじゃないか。僕らはどこか頭のどこかで、このセキュリティの甘さなら運営のせい、このセキュリティの硬さで起きたなら犯罪者のせいって心のどこかで判断してるんですよ。運営っていう人格を持ってきた時には最悪のシミュレーションをしなければいけない。セキュリティ入れるんだ
だったら調べた限りの相場だといわゆる警備員っていうのは1日だいたい1人1万4千円ぐらいと言われてて、10から20万ぐらいのセキュリティがかかる。この企画には必ず犯罪者が来るってて、来んの来んなよ犯罪者来んなよな、何このシミュレーションマジで何このシミュレーションって思ってて、運営は来ないと思うなんていう理論ではやってはいけないんですよ。必ず覗きが来る、必ず盗撮が来る、必ず万引きが来るって思いながらやってます、はい。そんな中、店内には肉塊の美味しい音色が鳴り響いていた。うまぎカマンベールチーズです。イエーイ、すごい。あー、ご会長当企画ワンニバスではまだまだ出演者、観覧希望者を募集しております。どうか応援のほどよろしくお願いいたします。